アーロン・クリストファー・ループは、アメリカ合衆国ルイジアナ州、ラフォーシェンレースランド出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のニューヨーク・メッツ所属。愛称はルービー。トロント・ブルージェイズ時代2009年の MLB ドラフト9巡目で、トロント・ブルージェイズから指名され、プロ入り。2012年7月12日に A 級ニューハンプシャー・フィッシャー・キャッツから昇格し、 14日のクリーブランド・インディアンス戦でメジャーデビューを果たした。その後は安定した投球でメジャーに定着。マウンド上での落ち着きはジョン・ファレル監督からも賞賛された。8月3日のオークランド・アスレチックス戦の15回表にはブルージェイズの投手としては球団創設以来初めてアメリカンリーグ相手の試合で打席に入った。2013年64試合に リリーフ登板。防御率を前年から改善し、メジャー初白星及び初セーブを含む4勝2セーブを挙げた。2014年は、前年を上回る71試合に登板したが、防御率が大幅に悪化し、自身初の3.00台に乗ったほか、前年以下の投球イニングで倍増以上となる30、支球を与えるなど、やや調子が落ちたシーズンとなった。 2015年は60試合に登板、これで3年連続60試合以上に投げたことになったが、防御率はさらなる上昇カーブを描き、4.246まで跳ね上がった。高い請求力の面では、デビューイヤー以来となる1桁支給にまとめ上げた。2016年は、スプリングトレーニングの頃から前腕を故障し、そのリハビリのために出遅れた。 この影響もあって21試合の当板に止まり、60試合以上の当板は3年連続でストップした。また、防御率5.02も自己ワーストだったが、2年連続で9.0以上の脱三振率をマークするなど、投げれば実力者であることを示した。2017年は70試合当板と復活を見せ、2勝3敗、防御率3.75を記録。 脱産審率は自己最高の10.0を記録したが、よし休率とホイップは自己ワーストであった。2018年7月31日にジェイコブはゲオフの10月29日に FA となった。2019年2月17日にサンディエゴパドレスと1年契約を結んだ。オフの10月31日に FA となった。 2020年2月11日にタンパベイレイズとマイナー契約を結んだ。7月16日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。オフの10月29日に FA となった。2021年1月30日にニューヨークメッツと300万ドルの単年契約を結んだ。オプションとして最大25万ドルの出来高が含まれる。フォーシームは全く投げず。 平均 92mph のシンカーが前頭球の3、4以上を占める。変化球はカーブがメインで、右打者にはたまにチェンジアップも投げる。変則的な投球フォームだが、制球力は良い。ありがとうございます。